で、着席。冬至。教室に差し込む明るい光に春の兆しを感じるようになりました。私たちを優しく照らすその光は、傷ついた能登の地にもそっと春の訪れを告げています。今日から中学生。ドキドキしながら臨んだ入学式から早3年。もうすぐ私たちの中学校生活が終わろうとしています。本日は私たち136名のためにこのような卒業式を挙行してくださりありがとうございます。私たちの3年間を振り返ると、とても長い上り坂のようでした。新しい友達がたくさんできた中学1年生。コロナウイルスによるマスク生活でコミュニケーションが取りづらく、新しいクラスに馴染むのにはとても苦労しました。部活動での大会も少なく、制限の大きい1年でした。2年生になってもコロナウイルスは猛威を振るい、制限は続きました。それでも先輩方は工夫をし、見事な学校祭を作り上げてくれました。制限をものともせず、諦めることなく全力で取り組むその姿は今でも心に残っています。そして3月、仲間と共に行った関西への修学旅行は一生の思い出になりました。マスク生活から解放された3年生、友達とマスクのない顔を合わせて話せることがこんなにも素晴らしいことなのかと実感しました。秋には生徒全員が初めて経験する制限のない学校祭が行われました。やっと制限のない学校祭ができる。喜びを感じながらも、はじめは自分たちの力で成功させられるのか不安でいっぱいでした。学校の最高学年としてみんなを引っ張っていかなければ、そんな思いばかりが先走り、自分の仕事が進まないこともありました。合唱の練習ではうまく音程が取れず、クラスの仲間と何度も何度も練習を繰り返しました。合唱も制作も最高のものを作りたい、その一心で本番前日ギリギリまで粘りに粘って仕上げました。そうして迎えた学校祭当日、合唱コンクールのステージ上では本当にクラス全員の心が一つになったと感じる瞬間がありました。体育祭では大声を出して応援し、団のために汗を流し、互いを認め合うことができました。後片付けをしながら大きな達成感を感じていたのは私だけではないはずです。一人では絶対に味わえなかった達成感がそこにはありました。仲間と苦労しながら準備をしたからこそ味わえた最高の学校祭。校長先生が日頃よくおっしゃる言葉、やればできるを身をもって体験しました。冬休みに入り、入試が迫りくる緊張感を感じながら迎えた年明け1月1日、能登半島地震が私たちを襲いました。水や電気が止まり、普段通りの生活ができない。それだけでなく、休校により3学期が
2週間も短くなったことは、受験生の私たちにとって大打撃でした。勉強できない、焦りや不安が募る中、私たちを力づけてくれたのは、やはりやればできるという言葉でした。あれこれ考えても何も変わらない、前を向いてとにかく行動しよう、やればできるんだと自分に言い聞かせ、その時自分ができることを精一杯やりました。学校が再開し、先生方や仲間と再び会うことができた時の気持ちは忘れられません。決して順調とは言えない上り坂のような3年間、その分気づかされたことがあります。それは私たちを支えてくれる人のありがたさです。例えば私たちの不安を吹き飛ばすエネルギーで学校祭を盛り上げてくれた後輩のみんな、コロナによる制限の中、通常通りとはいかない難しい状況でも、修学旅行や部活動の大会など、私たちにさまざまな経験をさせてくださった先生方や職員の方々、地震の後も変わらず通学路に立ち、登校時の安全を守ってくださる地域の方々、そして時に喧嘩をしながらもここまで育ててくれた家族、地震という困難の中でも私たちが自らの道を進めるよう支え励ましてくれました。この中学3年間の長くて急な上り坂を上り切れたのは自分一人の力ではありません。何度も転びそうになったけれど、その度に支えてくれた全ての人たちの力があったからこそ、136名全員が今日のこの日を迎えられました。今心からの感謝を込めて伝えます。本当にありがとうございました。そしてもう一つ、私たちが忘れてはならないのは、能登半島地震を経て気づかされた当たり前への感謝です。お風呂に入れること、自分の家のベッドで眠れること、学校に来て友達とたわいない話で笑い合えること、地震の前まで当たり前だったことも今はとても嬉しく、生きていることへの感謝が溢れてきます。この先私たちが歩んでいく道にはさらなる困難が待ち受けているでしょう。きっと平坦な道ではありません。だからこそ私たちはここに誓います。どんな困難にも諦めず立ち向かい、前を向いて歩いていくことを、支えてくれる方々への感謝、今生きていることへの感謝を決して忘れず、希望を持って進んでいくことを。令和6年3月8日、卒業生代表小田優斗。在校生、職員、起立。